著名なクラシック音楽の作曲家たちの一部の、肖像を集めたもの。左から右へ、最上段、アントニオ・ビバルディ、ヨハン・ゼバスティアン・バッハ、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル、ボルフガン・グアマデウス・モーツァルト、ルート・ビヒ・バン・ベートーベン2段目、ジョア・キーノ、ロッシーニ、フェリックス・メンデルス・ゾーン、フレデリック・ショパン、リヒャルト・アーグナー、ジュゼッペ・ベルディ3段目、ヨハン・シュトラウス2世、ヨハネス・ブラームス、 ジョルジュビゼー、ピョートルチャイコフスキー、アントニン・ド・ボルザーク・サイゲダミ・エドバルド、グリーグ、エドワード・エルガー、セルゲイラフマニノフ、ジョージ・ガーシュオイン、アラム・ハチャトゥリアン・クラシック音楽は、直訳すると、古典音楽となるが、一般には、西洋の芸術音楽を指す。宗教音楽、世俗音楽のどちらにも用いられる。今日一般的に、クラシック音楽と称されるものは、 バロック音楽、古典派音楽、ロマン派音楽にあたる五百五十年頃から1九百年頃の音楽であるが、それ以前のものも、それ以後のものも、同じ流れに属する音楽は今日を合わせて、クラシック音楽と呼ばれることが多い。また、古典派時代の演劇用音楽、ロマン派時代のウィンナワルツなど、純粋に鑑賞用として作られたわけではない。実用音楽も、今日では、 クラシック音楽と呼ばれている。主な時代区分を以下に示す。クラシック音楽クラシカル、ミュージックという用語は早くとも19世紀まで使われていなかった。その頃、ヨハンゼバスティアン・バッハから、ルートビヒバン・ベートーベンの時代の音楽を復活させる、試みがなされたことにより、クラシック音楽が他と区別されるようになった。初めて、オックスフォード英語時点で、 クラシック音楽に言及されたのは1836年のことである。6世紀頃、キリスト教の聖歌であるグレゴリオ聖歌や多聖音楽が生まれた。これが中世西洋音楽の始まりである。9世紀頃、グレゴリオ聖歌がネウマフで寄付されるようになった。これが発展し、15世紀にはフランスのブルゴーニュ地方でルネサンス音楽が確立された。 16世紀には本格的な気学音楽の発達、オペラの誕生が起こり、宮廷の音楽が栄えた。これ以前の音楽を初期音楽と呼ぶことが多い。その後18世紀半ばになると民衆にも音楽が広まり、古典派音楽と呼ばれる形式や火星に重点を置いた音楽に発展した。またこの頃から一般的に音楽が芸術として見られるようになる。 19世紀には、表現に重点を置いたロマン派音楽に移行し、各国の民謡などを取り入れた国民学派も生まれる。20世紀頃には、気分や雰囲気で表現する印象主義音楽や、火星及び蝶の規制をなくした音楽などの近代音楽が生まれ、さらに第二次世界大戦後は、現代音楽と呼ばれる自由な音楽に発展した。 ベルリンフィルハーモニー・ゼンパー・オーバースカラザ・内部、東京のサントリーホール内部バイ・ロイト、祝祭劇場 CD 店、図書館、音楽関連書籍ではしばしば以下のように分類される。音楽チャートに、クラシック音楽のアイテムが、滅多に登場しないことからもわかる通り、クラシックファンの数は、ポピュラー音楽ファンに比べて圧倒的に少ない。しかし、いくつかの成功例がある。 ありがとうございます。